はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん。ミニミニトーマス2第1弾です。なんとミニミニトーマスの2が出ましたね。びっくりした。びっくり。ねえ、続編が出たとは。それの第1弾ですね、はい。トーマスミニーズのだからこれはシーズン2みたいなやつなのかな、うん、よくわかんないけど、また、トーマスミニーズがすごいラインナップがあって、うん、それを多分日本のトイザラスが4分割して販売してるんだと思います。はい、はい、では早速開けていきましょうか。2パックずつあるので、はい、それぞれ開けていきましょう。はい、はい、それでいきますよ。せーの、ゴロン。お、来た。おお、なんかちょっとクリアだ。クリア。ディーゼルみたいなやつだね、これ。そうだね、今回もかなり盛大にラインナップされてるね。そうだね、ものすごい数ですね。うん、もうコンプはほぼ不可能。はい、のコロン。はい、パーシー。パーシーだ。じゃあ3つ目いきますね。はい、A ちゃんの方でね。これ2個、せーの、ゴロン。おっ、トーマス。ノーマルかな。ノーマルのトーマス。ノーマルトーマスだね。はい、最後の1個ですね。はい、パパ、じゃあはパパの分いきます。せーの、ゴロン。ゴロン。おっ、スタンリー。これはノーマルかな。まず一つ目に出たのがこちら、はい、エレクトリファイドバートだって、はい、ここはとりあえずクリアパーツでできてて、うん、これビリビリだよ ね、ビリビリになってる、うん、次がこちらですね、はい、レーシングパーシーでした、はい、素晴らしい、はい、これ確かにね、なんか F1 っぽいデザインだよね、うんうん、昔のベネトンみたい。こっちから、うん、こっちから煙出てる。ああ、本当だ、ボーって出てんだ、うん、それっぽいよね。そうだね、上にも6番はついてますね。ここだね。はい、うん、そうかね。次に出たのが普通のトーマスですね、はい、ノーマルトーマス、はい、これは2個目かな。はい、これ前回も出たよね。出たね、うん、そして最後に出たのがこちらのノーマルスタンリーだね。はい、これも良かったかもしれない、はい、スタンリーってなかなか出てこないもんね、劇中もね、うんうん、映画で出てきただけ、うん、たまに出てくるのかな、スタンリー、わかんないけど、でも本当はもうちょっと銀なんだよね、きっと、うん、これ白ですね。かっこいいね。でもレーシングパーシーだから、まあ、やっぱこのケースいいよ、 ここで走らせられるのがね、脱線しちゃうけどすごい、うん、このやっぱミニミニトーマスはコースが欲しい、うんうん、コースがあればいいのね。そう、コースがないって。カプセルプラレールのレールも使えないし、食玩のプラレールの線路も使えないし、うん、微妙なんだよね、この大きさがね、うん、木製レールの上も乗らないしね、はい、同じフィッシャープライスなのね、はい、せめて木製レール乗ってくれるとすごいね、あの遊びが広がったんだけどな、はい、うん、さあみんな行くよ、今日久々の休みだ。あ、私の名前はゴールデントーマス、トーマスの中でも神中の神です。あなた方今日はお休みなのですか。はい、それでも役に立つ機関車と言えるのですか。ちょっと待ってください、なんで追ってくるの。私は神中の神ですよ、私は神中の神なの。なんてことをするの、トーマス。シュッ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 ギギ。はい、ということで今回はミニミニトーマス2第1弾でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか、はい、ミニミニトーマスもだんだん集まってきましたね、はい、なんだかんだ言ってね、はい、うん、これね、収納が大変なんだよな、うん、このケースはね1個しかないから、うん、まあでもちっちゃいからいいやな、うん、はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変に嬉しいですね。はい、はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。